日常生活から学ぶ日本語。今日は筆と墨を使って文字を書きましょう。 読めますか? 書道 読めますか? 字。へのへのもへじ。もう一度へのへのもへじを書きます。 へのへのもへじ。
じ、へのへのもへじ。はい、今日の日本語のレッスンは終了です。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。